2023年東京オートサロンです。あんま興味ないんだけど、一応あの恒例の挨拶回りということなので、あれ40いろいろでもね、今日ちょっとね興味ある車が何台かあるんです。あ、お目当てがあるんですか。あるんだよ。タイからね、タイから来た車がマレーシア、タイマレーシア、マレーシア、マレーシアから確かエスコートのピーク色のかっこいい車が来てる。へえ、ちょっとそういうの興味があるんで。いや、だから水分欲しい。ちょっと見に行きましょう。はい、これはい、なんかもうここのピンクとこの車の色も一緒じゃないですか。ちょっと向き変えて、これサムネ一本それじゃないですか。サムネ用のところ、はい、まあ、あのもうこの動画から引っこ抜いてください。これかわいいね。これどこの車なんですか。これ、え、エスコートだからヨーロッパの車じゃない。でしょうか。I'm the owner. おお。I think I follow you on Instagram. うん。Instagram. マレーシア。マレーシア。ヤシオファクトリー。いや、ヤシオファクトリーじゃなくて、ああ、岡村和也氏。ああ、そうそうそう。あ、アポロマリン。ああ、はい。はい。Because same color。最高。これ見に来たよ。もう知ってる人みたいになってるもん。メガバーゲリア、I follow the lamar now. Lamar dia apa? Yang. Oh yeah, lamar. Yang main sebab nak tengok sebab kereta dia Sylvia pink now. Same color, see? Same color. Sama, sama nak tak? Sama. Pink color. Yes. Pink color.言葉は通じなくても気持ちは通じるよ。よしよ、よしよ。ダウン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 。ピンカラー、ピンカラー。ピンカラー。シルビアピン。なるほど。オッケーでかないです。うん。マジ？中地横におるカール。リボルリガムだ。リボルリガム。これかっこいいよ。かっこいいよ。これ何ですか。サニー。エスコート。あ、エスコートっていう車の名前ですか。うん。いや、でもや。あ、このね。メタルだ、だ。ついに言ったらかっこいい。よしよ。ピンクカンパニー。岡村、お、よしよ。リフ、そう、リフ。お、リフ、シルビア。ピンクカンパニー。This one pink, 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 pink. Yeah. Okay, okay. これ日本車ですか？日本車じゃないって、だからエスコートだっつってるじゃない。あ、エスコートっていう、うん、フォードだよ、フォード。あ、フォード。うん、右半なんですか？ヨーロッパフォードだ。最高。ちゃんとコンピューターとか今風になってるし、リンクとは違うんですかね。これはほら、あのモニターだからリンクとは違うと思うけど、でも多分制御してるのはリンクとかそういうレベルだと思うよ。はいはいはい、はい、うん、いや、東京オートサロンもマレーシアから来る時代だからね。素晴らしいですね。素晴らしいよね。あ、これこれですね。これ何、これ、あ静電気ですか。待って、
Air Suspension。 あ、エアサスか。あ、このエアサスですね。なるほど。なんか後ろなんかメッキになってるんですけど。ん？はい、ブリッドのバケットの背面が。メッキではないよ。光ってるだけだよ。光ってるだけですか？うん、光ってる。こんなに鏡面になるんですか？うん、光ってる。これ1台オンリー？じゃないですか。これ油圧サイドついてますよね。これドリシャなんですかね。これ。わかんない。ドリシャっぽいよな。ドリシャっぽいですよね。このホイールがすごくないこれ。あの渡辺みたいです。これ多分、はい、あのタイとかの、はい、パチモンのホイールだと思う。すぐ割れちゃう。本物じゃないんですか。あの今あの女の人が渡辺っつってましたよ。さあ、はいね、渡辺って5本スポークのイメージですけどね。絶対これこのだってほらこの粗さが渡辺クオリティじゃないですか。この粗さがこっちはそうだと思う。ああこれはそうですね。こっちはなんかそれっぽいじゃん。そうですね、タイヤ組む方なんですね、うん。これエンジンレボーエンジン、オッケーオッケーオッケー、エンジン、スペシャル、ジャパンエンジン、ジャパンエンジン、4AG、 4AG、 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 4AG、
これいい穴ですね、これ、うん、うわ、すごいよ、ほらピックアップここで撮ってるもん、BMW、クランクセンサー、うんうん、やっぱ今時こういう風にしてるのはもう当たり前だよね。あ、当たり前なんですね。当たり前だ、日本は遅れてる、うん、クラセンなんか使ってる場合じゃないってことですね。今のもピックアップはもう絶対これで取らないとダメ、うん、素晴らしい。 Thank you. Thank you. I see you. ありがとうございます。ないな、ノーノーノー。バイ。ありがとう。バイバイ。See you. あ、いいものが見えましたね。もう俺達成感したな。もう今日終わりですか？あと見たいのがあれ、アルファードのトラック。あ、ナッツのやつですか？あの、昨日俺それ見たんですよ。ちょっと用があって足立に行ってて高速道路で遭遇しました。どうも。今何の人ですか？ここあれ？あのフォーミュラ DJ2 のサムの、サムと一緒に走ってた人。あー、なるほど。これ何これっていう。かろうじてこれでコルベットだってわかるけど、はい、このワイド感、あんぱねえぞこれ。すげえでかいですね。GT がワイドとか言ってる場合じゃねえな。GT ワイドって言ったって190だから。あの、ヤシオのですよね。これ元々が185くらいあると。あ、ノーマルで。ノーマルだろ。さらにこんだけはみ出てるってことは、もはやこれ2メーター超えてるよね。そうですね、ローダー乗せらんないですね。あ、あれじゃん、ポルテ書いてねえな、サーバーとか。ああ、そうですね。今エアソフトつけてる。お前とこじゃないよ。295、25、22インチ。こう、フォーセールって書いてますよ。買えるみたいですよ、これ。買えるんだ、いくらするんだ。この2人も見てくれ、これすごいですね。これはすごいぞ。これハンドル切れるのか。いや、でも乗るときは上げるんですよね、エアサスで。まあそうだけど、はい、上げちゃえば。このフカリム。
15センチぐらい。そうありますね。そのぐらいありますね。15センチ。え、しかも22インチだっけ。そうですね。めっちゃいいやこれ。このホイール多分持とうと思ったら死ぬほど重いんだと思うんですよね。だろうな。何気にこれはここなんかガルフ GT に似てないですか。何気に俺は隠れコルベットファンなんで。コルベット好きなんですね。コルベット好きなんだよ。何しろあのガルフ R のリアのリップはあのリアスポイラーですね。リアスポイラーこれ完全になんか見覚えのある形ですね。 C7 をパクってるんで。これをそのままシルビアに作った。はい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 、はい、ここはこの羽って純正部品なんですか。これ純正部品だよ。あ、これは純正なんですね。多分これはもっと違うのかもしれないよ。はいはい、はい、これは加工してるかもしれないけど、これは純正で出てる。かっこいいなこれ。あの今度の C8 のミッドシップも最初絵で見たときはかっこいいなと思ったけど、実際のものを見るとなんかちょっとおもちゃっぽくて、後ろ後半のセクションがなんかものすごくおもちゃっぽくて、やっぱ C7 が一番かっこいいかな。この方ですね。この方が一番いい。まあ、俺は C6 の方で、あんまり思い出したくない GT に出てる。それを斎藤大吾が D1 で出たと。出たってことですか。俺が乗ってたコルベットを斎藤大吾が買って。あー、そうなんですか。そうそうそう、あれもともと GT カーなんですね。そうそうそう、へえ、 FIA GT カー。あ、なるほど。だって普段無口で斎藤大吾が俺と会ったら岡村さんって言うから、なんだよあれ岡村さんが乗ってたやつなんですって向こうから言ってきたんです。あれ買ったんですよ。嘘だろお前。思い出したくない1700万。何でも相当安く買ってます。いやでも結構昔ですもんね。あ、どうもこんにちは。新しく17インチが出たんだよ。何ですか。RG4。 俺が履いてるやつですか。どれ。 これです、これです。17インチが出たんだよ。17インチを買おうと思ってる。何に履かせるんですか。シルビアのフロントだよ。あー、ドリフト用ですね。これドリフト用に17インチ作ったんだよ。へえ。これは違ってたの。あの、17って書いてあるじゃん。本当だ。17なかったですよね。なかったよ。あ、 9.5J って 10J もあるんですね。ただ17インチの 10J ってすごくない。これは35なんだよ。あ、15ぐらいが良かったですね。これは15がおかしかけど、ただまあこの35でもまあ同性スペースは入れるから。そうですね。すごいだろ。これすごいですね。これ俺がずっと言ってたんだ。あ、それであの採用されたわけですね。そういうことだ。だからあのヤシオファクトリーの岡村社長のおかげでもってこの17インチが生まれたってことですね。そうよ。だから RG4 みんな買ってくれよ。17インチのアドバンってなかなか今ないからね。まあ、RG4 ってかっこいいね。これいいですよね。お前の今 RG4? RG4 です。GT4 じゃない。RG4 です。この白いやつです。でももうあのすでに白いのにしたことをちょっと後悔しています。すげえ汚れます。めちゃくちゃ汚れます。GT4 のこの黒いの。これ黒いの新しくないですか。ツヤがあってな。これ新しいよな。新しいですね、多分。今まで見たことない。あれ、もともとこの中、色抜かれてましたっけ、アルミに。抜かれてないでしょ、ここはみんな。あ、そうですよね、そうですよね。この TC4 も一回買ったことあるんですよね。これ、これ持ってるの。あ、これドリフトに使ってますね。違うよ、使ってねえよ、RG4。RGD2。あれ違うの。これなんかドリフト用で RGD2。これ展示用で4本持ってるの。展示用。展示用で持ってる。あ、そうなんですか。まだ4年ぐらい、3年前の西野フェスティバルの時に展示で使ったっきり使ってます。で実際に履いてもいないってことですか。やっぱアドバンのホイールはいいですよね。またこの
ペン字の仕方が色とりどりで結構。ありがとうございます。ねえ、これの17つけてる。あ、これ？あ、これ17。17インチ欲しいんですよ。